どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はドリーム UR チケットおよびドリーム SR チケットのおすすめの使い道についてご紹介していきたいなと思います。今ね KCGT 開催記念キャンペーンっていうのが、来てるんですけども、ネオスとかハネクリボーとかジェム1000とかねスキルチケットもらえるんですよ。優しいね、コナミさん。神企業。で、ドリーム UR チケットのドリーム SR チケット何かっていうと、あの課金しないと手に入んないようなあのカードがあのこのチケットで交換できますよっていうチケットなんですよ。第1弾から第24弾ボックスとかストラクチャーデッキに入ってるようなカードをこのチケットで交換できますよっていうカードなんですけども、まあ、初心者の方とか、まあ、始めたての方とかあの復帰勢の方とかね、何に使っていいかちょっとよくわかんないよっていう方もいらっしゃると思うんで、そういった方のためにですね、僕的な個人的なおすすめのーカードを、ご紹介していきましょう。俺の中ではでね、ですね、まあ、いくつか候補はあるんですけども、UR だから UR チケットからドリーム UR チケットからちょっと見ていきましょうか。 UR チケットはね、魔法トラップカードから、おすすめ話していきたいんですが、1位はコズミックサイクロンですね。圧倒的コズミックサイクロン1位。これは、まあ、あの組めないあのデッキ、入れられないデッキも出てきたんですよ。リミット3に今かかっていて、シラヌイとか召喚獣とかサンダードラゴンとかああいうデッキはあのもうリミットかかっちゃってコズミックサイクロンが入らないよっていう、状況になってしまうので、そういうパターンのデッキだったらちょっと後回しかなと思うんですけども、それ以外のデッキを使っている方であれば、まあ、優先的に交換していいんじゃないかなというふうに思ってます。まあそれぐらい非常に強いカードですね。今だと例えばブラックマジシャンの黒の魔導陣とか、それからブラックフェザーの黒い旋風、それからまあデモンズチェーン、ネクロバレーなどなど、本当にいろんな魔法トラップを除外できるっていうのはすごく強くて、で1000ポイント払えるっていうこの、あの部分が一番強くて、あのスキルの発動条件を満たしてくれるっていうのがあるので、あの OCC とは違ってコズミックサイクロンの強さがリンクスだと本当に抜き出ているっていうところがあるんで、まあこれが圧倒的1位ですかね。シラヌイデッキとかあと、他にそのリミットかぶっている、まあ、召喚獣とかそういうデッキでコズミックサイクロン積めないよっていうデッキにバック除去を積みたい。まあ、最初の方とかだとやっぱりそのバック除去して殴っていくっていうのが一番その遊戯王簡単だと思うのでね。なのでそういう方のために、おすすめなのはギャラクシーサイクロンとか、ナイトショット、まあ、コズミックサイクロンが積めないデッキを使っている場合はギャラクシーサイクロンとかナイトショットあたりがおすすめですね。で、ギャラクシーサイクロンの方がどっちかっていうとおすすめで2回仕事する可能性があるんで、これはなので、まあ、ギャラクシーサイクロンの方がおすすめなんですけども、ワンキルデッキとかを使っている場合はナイトショットなんかも結構選択肢入ってくるんで、これはお好みでっていう感じでしょうかね。はい。で、コズミックサイクロンの次に、おすすめなのは、これ、清掃、禁じ当て清掃。知らないデッキとか使ってる方だったら、ものすごい、これ、強いんですよ。コズミックサイクロンが積めなくなっちゃうので、知らないデッキとかだと。なんですけども、こういう、清掃って、まあ、似たような役割ができて、例えば、黒の魔導陣。ブラックマーシャンの黒の魔導陣撃ってきたモンスター、自分のモンスターが最初取られたっていう時に自分のモンスターに撃つと、このカード他のカードの魔法トラップカードの方が受けないよっていう効果を持ってるんで、相手の妨害札から、守れる自分のモンスターを。あとそこらし落とし穴とかカナディアとか、撃たれた場合にこのカードを撃つことによって、そこらし落とし穴とかカナディアを回避することができる。それから、相手の召喚獣アレイスターとかに撃つとアレイスターが融合素材にできず融合が止まるとか、単純に800ダウンさせて戦闘破壊をするなどなど、本当にいろんな使い方があります。清掃は汎用的で使い方もすごくたくさんあって、まあ、1枚持ってるとすごい戦局変わったりするカードではあるので、まあ、とてもおすすめなカードなんですよね。なので、まあ、魔法カードで、ま、迷ったらコズミックサイクロンか清掃交換しちゃっていいんじゃないかなという思いますね。はい。で、サイバーリューデッキとかを使ってるようであれば深淵の宣告者っていうのが選択肢に入ってきて、これ対象に取れないモンスターとか破壊耐性があるモンスターも一方的に除去できるんで、まあしかも1500ライフポイント払えるっていう、これもなんかあのスキルと相性がいいので、まあサイバーリューデッキとか使ってる人だったらこれ選択肢入ってるかなっていう感じですね。あとは、ネクロバレー、このネクロバレー結構、まあ、デッキを選ぶんですけども、まあ、ブラックフェザーとかだと結構今入ってたりしますね。あとは、剣闘獣とか、まあ、要は自分のデッキにネクロバレーがあまり刺さんないような、妨害しないような
自分のデッキが動けなくなってしまうと意味ないんですけども、動けるようなデッキであればネクロバレー積んでいただいても全然いいんじゃないかなというふうに思うので、まあ、そういうデッキを使っている方、ブラックフェザーとか、剣道銃とか、今だとフェイバリットヒーローとかも、これ発動できるので結構そういうのもいいかもしれないですね。そういうデッキを使っている方であればネクロバレーを交換するっていうのはありかもしれません。で次、トラップカード、トラップカードはもう脳死でそこらし落とし穴が1位です。圧倒的。まあ妨害性能が高いっていうのと、あと対象耐性があるモンスターとかも、まあ、裏返しにできるんで、まあそういった面ですごく強いし、あとずっと裏側で置いとけるんで妨害性能が高い。とても、まあやっぱり抜きに出てるかな。あとリミットかかってないんで、どんなデッキでも入れられるっていう利点がありますね。まあ大体どんなデッキでも入れといたら強いカードなんで、まあこれは問答無用かなと。同じような理由でカナディアも結構強いですね。まあ、これはまあそこらしロックができないんで、どっちかっていうとそこらし落とし穴の方が優先ですけども、そこらし落とし穴も持ってるよっていう方とかだったらカナディア交換しちゃってもいいかもしれない。で、攻撃反応系罠の中だったらこれが一番強いと俺は思います。次元兵、まあSR は分断の壁っていうのがあるんで、分断の壁の方がまあどっちかっていうと優先かなとは思うんだけども、 UR で攻撃反応系罠欲しいっていう方であれば次元兵が一番強いかなと。これなんでかっていうと、対象に取れるモンスターであれば、例えばね、ホムラガミとかプルガトリオとか、ブレイブネオスとか、ああいう破壊耐性があるモンスターであっても、その次元兵で除外できるんですよね。非常に強い。プルガトリオとかであれば除外しちゃえばもう墓地に炎属性がいなくて、追撃のプルガトリオは出てこなかったりするんで結構強いです。そういうデッキに対してね結構強い。であとは対象に取らないって意味で銀幕、まあ、例えば呼吸トスとかね、ああいうモンスター対象に取れないんですけども、まあ、戦闘であれば破壊できるんで返り討ちできたりするんで結構強いですね。銀幕は今でも、それから、これ天罰とか、まあ、これ摂理とかでも代用できるんで、まあ、おすすめ度はだいぶ低くなりますけど、知らないデッキとかに結構相性がいいんですよ。手札が切れるんで、まあモンスター効果も止めれるんでね、これが。なので、まあ、知らないデッキとか組んでる人で罠、まあ、そらし持ってるよ、あと土球部隊とかも持ってるよ、あと1枚どうしようかなとかいう方は、まあ、天罰とかっていう選択肢が出てくるかなというふうに思います。でモンスターはね、まあ、そんなにたくさんないんだけども、まあ、やっぱり一番はクリボールですね。クリボールが最も強いと思います。まあ、ワンキル環境にリンクスも最近なってきていて、これ1枚あっただけで勝てるっていう試合も結構多いんで、特にサイバー流とか、月光ムーンライトとかに結構クリボールあるとすごい強い場面が出てくるんで、なので、まあ、これは、まあ、1枚か2枚は持っててほしいなっていうカードですね。なんで、まあ、全体的にもうトラップ、魔法トラップモンスター関係なく言うと、コズミックサイクロンとクリボールが、まあ、1位2位ぐらいなんじゃないかなっていう感じはしています。そのぐらい強いカードで、ゴズキ、これはね、知らないデッキを組んでいる方で、トラップカードも持ってるよ、魔法トラップ全部持ってるよ、で、まあモノロベとか持ってて、影物も持ってて、あとどうしようかなみたいな、あと1枚どうしようかなみたいな人に初動ちょっと足んないよみたいなことあると思うんですよ、知らないって。そういう時にゴズキが結構強いですね。まあ UR なんでちょっとね、しかもね、これ相当前の2017年のカードなんで相当前なんですよ。なのでまあ今更無垢カードでもないっていうところもあって、ゴズキっていう選択肢が出てくるかなと。今後のアンデッド族デッキの強化の時にも、まあ活躍すごいできるカードなんで、まあ1枚交換してもいいんじゃないかなというふうに思います。それからカイク、これはね、ブラックマジシャンデッキを使ってる方もう特におすすめ。これは1枚あった方がいいです。ブラックマジシャンデッキも作って使ってる方であれば1枚は入れておいてほしい。環境メタ性能が高いんですよ、本当に。墓地からカードを除外できないよっていう効果を持ってるんで、これが例えばライトロードとかシラヌイとか、そういった、まあ、墓地からカードを除外してなんか効果発動するカード結構多いんですよ、今ね、もうね、リンクス。こういうデッキでぶっ刺さる、そして、墓地のカードを除外するっていう効果もついてるんで、戦闘ダメージ与えると、まあ、これも優秀ですね、非常に。で、ブラックマジシャンであればナビゲートから簡単にリクルートできるんで、1枚であっても全然仕事します。なので、まあ、1枚もし持ってない方いればブラックマジシャンデッキを使っててね、いれば、入手しておいてほしいカードではあります。で、あとは汎用シンクロモンスター、まあ、融合とかはちょっとデッキを選ぶんで、あれなんですけども、シンクロであれば汎用的なんで、かなり、まずドラッグバーミリオン、急進行できるデッキ、まあ、西岸ブラウアイズデッキとかね、あとライトロードカオスデッキとか、そういうデッキであれば、ドラッグバーミリオン出るんで、交換しておいてほしい、1枚のカード。それからスクラップドラゴンも同じような感じですね、理由的には。まあ、何でも破壊できるんで、破壊、
1枚何でも破壊できるんで、まあ非常に強いカードで、ブラックローズドラゴンも、1枚持ってるとライトロードとかが多いですからね、最近はね、7シンクロできるデッキであれば1枚持ってると、まあ、盤面バーンってひっくり返せるんで1枚はあった方がいいですね。ブリューナクは、今最近ちょっとあんまり6シンクロできるデッキが少なくなってきたんですけども、ライトロードとか、であれば出るかな、シンクロブリューナクは、破壊耐性があるモンスターブレイブネオスとか、それから、ホムラガミとか、アイエモンスターを除去できるんですよね、このモンスターがいれば。なので6シンクロできるデッキであれば1枚入れて おいてほしいカードではあります。はい、 UR はこんな感じ。引き続きまして SR チケットの使い道いきましょう。さあ、 SR カードについてはですね、トラップカードがすごく、多い、おすすめのカードがね多いんですけども、まずは脳死分断の壁、まあ強い、おすすめしたい脳死で、とりあえず踏ませれば最強カードですし、リミットかぶりもあんまりないので、どんなデッキにも入れられるっていう、まあ、汎用性の高さ。そしてリンクス序盤は分断をケアできる、プレイングできる人あんまりいないと思うので、まあ、踏ましたら勝ちなんですよ。なんで、まあ、これはね、非常におすすめですね。妨害、なんか、罠欲しいみたいな人は、まあ、脳死でこれ交換しちゃっていいんじゃないかなっていうくらい強いですね。あと、煉獄の落とし穴。これも結構強くて、汎用性が、まあ、分断の壁と同じように高いカードの1枚。今ね、破壊耐性があるモンスター結構多くて、ホムラガミとか、それからまあ、月光、ムーンライトとか、あとレビオニアとか、そういうモンスターの効果も一気に無効にして破壊できるんで、破壊耐性とか無視できるんですよ。だから結構強いです、このカード。なので、これもね、分断の壁と同じくらい個人的にはおすすめできるんで、なんかその妨害札、罠が欲しいっていう人は、まあ、採用の価値ありって感じですね。で、それから狡猾。狡猾はちょっと慎重に、選んでほしいんだけども、要は、で入るデッキが限られるんですよ。リミット2なので、例えば知らないとかあったら入らないし、もう今そういうなんかそのリミットかぶりがあるデッキを使うんだったら採用できないので、まあ、これ慎重に選んでほしいなって思うんですけども、ブラックマジシャンとか、あとサイバー流、それから聖眼とか、救世聖眼とかね、とかあと DD とか、そういうデッキだったら多分狡猾入れられる気がするので、まあ、そういうデッキを使うのであれば、交換する価値はあるかなというふうに思います。それから、バック除去要因として、冷めない悪夢、これね、例えばなんだけど、最近だとその召喚獣とか知らぬいってバック除去をコズミックサイクロンね、いわゆるあれを取り上げられちゃったんですよ、要はリミット3かぶりで。だからそういうデッキに結構ね、この冷めない悪夢割と強いっていうのがあって、例えばブラックマジシャンの魔導陣を割るとか、あと、ブラックフェザー の黒い旋風割ったりとか、結構ネクロバレとか、ああいうのをこう除去できるんですよね。で、しかも1000ライフ払えるっていう、まあこれもメリットなんですよ、リンクスだったらね、スキルの発動条件になるから。だから結構ね、そういう要はコズミックサイクルに取り上げちゃってバック除去とかどうしようかなみたいな人のために結構強いカードなんで、まあこれは採用価値ありかなと。同じような理由でフレンドリーファイアも結構強くて、これ例えばそのブラックマジシャンのジンナビゲのところのジン、ナビゲと発動したらジン破壊できるとか、あとブラックフェザーだったら、旋風効果発動したらシムーン破壊できるとか、なんか結構ねいろんな使い道があるんですよね。なんで、まあ、これもまあ悪夢と似たような使い方にはなると思うんですけども、召喚獣とか知らないとかあったら採用の価値あるかなという一枚になってます。結構リミットがね最近厳しくなってるからね。で、台風結構ね、意外と強いんじゃないかなと思ってて、これ結構今の環境だと割と強そう。例えば、今ヒーローとか多くなってきてて、フェイバリットヒーローとか多分結構使ってる人多いかなと思うんですけども、ああいうフェイバリットヒーロー系のデッキとかだと、フェイバリットヒーローとフィールド魔法があるだけでも発動条件満たして、これね、ちょっと特殊なカードで、自分のフィールド上に魔法トラップカードが存在しない場合は、発動が手札からできるんですよ。だから無限包容とかみたいな感じで、要は相手に先行取られても手札から先行で打てるトラップカードなんですよね。で、表側の魔法トラップカードを割れるっていう効果も結構あるんでね、割とね強いです。で、もちろんこの表側のカード1枚やるっていう効果はセットしておいても使えるんで、まあまあツイスターみたいな感じでイメージで使えるんですよね。だから結構これ妨害性能も高いし、コストも、まあ、一応ないし、なんか知らないとかだとたまに入ってる人いますね、最近ね。だから結構おすすめの1枚ではあるかもしれない、バック除去要因として。
コズミックサイクロンとかね、積めるんだったら別なんだけど、積めないところのデッキが結構多くなってきたなっていう意味。それから、一族の結集、これ、ね、サイバーダークデスペラードデッキとか、ヒーローデッキとか、あと各種ファンデッキあたりに、とりあえず使えます。1枚あれば結構な展開力見せてくれると思うので、まあ、割と強いカードなんですよね。で、今後も活躍が見込まれる1枚であると、いうことで、まあ、十分1枚でも機能するっていうのは一番でかいですね。なので、まあ、防火札もいっぱい持ってて、なんか展開札欲しいなみたいな人には結構1枚おすすめできるカードなんじゃないかな。と、融合準備。融合準備はね、召喚獣ですね。主に。召喚獣デッキを組んでいて、で、アレイスター全然っていうのは今夜の気みたいな人におすすめですね。一応4枚目以降のアレイスターみたいな感じで。まあ、他にもね、ヒーローとかあと結構使えるかもしれないんだけども、まあ、主には、召喚獣、アレイスターを持ってくるカードですね。まあ、面白い使い方だと、ブラックマジシャン持ってきたりとか、融合準備で。まあ、そういう使い方も一応できなくはないですね。はい。そして魔法カード。魔法カードはね、コンセントレート。これも、まあ、コーカスと同じ理由で、その、入れられるデッキが限られるんで、まあ、慎重に選んでほしいなっては思うんだけども、依然強い。非常に。4000ライフってことを忘れてるんで、リンクスの運営さんは。まあ、4000ライフを即座に消し飛ばせる能力を持っていると。サイバー流とか、召喚獣とか、あたりですかね、入れられるとしたら、まあ、その辺が結構候補に入ってくるんだけども、まあ、他にも、まあ、聖眼とかだったら入ってる人もいるし、要するに、リミット2の枠を汎用カードにできるデッキであれば採用できるので、まあ、自分のデッキと相談って感じですね、これはね。はい。で、玉光はこれなんで入ってるかっていうと、まあ、最近ね、超獣武者に入ってるんだよね、玉光。結構強くて。要は相手の防火札を一回押さえてから展開するっていう。で、これ、墓地行かないんで、超獣武者とも相性がいいんですよね。なんで、超獣武者は多分結構無課金とかと組んでる方多いかもしれないんで、そういう方にバック除去1枚入れとくと世界変わるっていう話があるから、まあ、そういう方に結構おすすめかもしれない。なんか、超獣武者とか、組んでる人って多分 SR の使い道はないと思うんだよね。SR チケットとかの使い道が。あんまり。だから、この玉光は結構おすすめできる1枚なんじゃないかっていうふうに思います。で、モンスター枠は結構いろいろ見たけどね、あ、まあシンクロモンスターくらいかなって感じ。おすすめできるのは、まあ各種デッキによるけどね、例えば、エヴァリーは、ライトロードギミックを組める人だったら、入れておいてほしい1枚だし、聖眼デッキだったら、銀龍は1枚持っておいてほしいカードっていう、そんな感じですね。はい、以上でございます。まあ、UR と SR ざーっと、ご紹介しましたけど、ね、ほんと個々人のね状況によるんだよ、SR チケットとか UR チケットの使い道は。だから、もし困っちゃったら、ディスコードにドリームチケット相談の部屋っていうのがあるんですよ。そこで、自分の状況を話してもらえば、まあ、どんな、交換の仕方をすればいいかって、多分、いろんな人が意見くれると思うので、ほんと困ったらディスコードの、その部屋に相談しに来てください。以上です。また、次のね、動画でお会いしましょう。バイバイ。